ラフィックかっこいい、超かっこいい。うわあ。マーガレットは目覚めた。彼女は驚愕し、冷や汗が流れ出ていた。思考を巡らせていた。老木のきしむ音が静かな部屋に響き渡る。チルドレン・オブ・モルタっていう、これもインディーワールドで紹介されたやつ。なかなかセールが来なくてやっと来た。レア・ドイナの祭壇があった。大地の女神でありレアの娘、そして安らぎをもたらす存在、うん、マーガレットは答えを求めた。あのビクリチから。だが女神は口を開かず、聞こえてくるのは辛く飢えた何者かのかすかなささやきだけだった。老いた預言者は登ることに年齢の重みを体に感じた。考えは一つだけだった。また始まったのか。ジョンの任務は単純なものだ。レアの偉大なる祭壇を調査すること。彼の母親は彼に新たな神のシャードを授けた。彼の兄は新しく鋭い剣を与えた。この家族がまあパーティーじゃないけど、彼の妻は口づけを捧げ、この家族を操作してみんな操作して来てほしいという願いを込めてダンジョン攻略でしたのだった。こんなことだったらスマホ早く買っときゃよかったな。あとはオーディオファイルのをすべてこうちゃんと確認して入れてプレイリストを作って、まあそれが長いんだけど、平日に頑張るぞ。レア、長く忘れ去られていた土地、想像を絶するほどの美しい場所。いや、日本語、ちゃんと日本語になってるこれは。What?命を与えられたかのようなヘドロが現れた。小さく薄汚い、ずるずると動く生き物。
壁が行き先を阻んでいた。戦いは避けられない。どっちもいいか。光によって追いやられ、堕落は弱まった。冷たく追いやられっていうか、吸収されてたけど。暗く命を欲していた。シャードは暖かくなり、エネルギーをまとって柔らかな音を立てた。いいやん。彼の目前にこれまでより一段と危険な敵が立ちはだかった。間違えた。もうこれは噂の。ゴブリン、見慣れた敵だ。こんな遥か遠くのところまでも。炎上した。壮大で危険な土地、愛が見つかり愛を失う場所。目の前に広がる聖なる土地は長きにわたり手つかずのまま残されていた。彼は冷静さと落ち着きを保ち、激しい鼓動がもたらす衝撃を巧妙に隠したのだった。彼の目の前には弓と矢筒を携えた長女のリンダが立っていた。己の役割を果たそうと。うま、エイムうま。
指導者たちの前にいたのは餌を食らう獣ではない。それは怪物だった。怪物は生き物を破壊し、堕落させて歪め、多くの飢えた抜け殻を生み出していた。ああ、これからでしたんだ。こたつつけて。いた、ごめんなさい、ごめんなさい。孤立。長女のエイムすごすぎ。神エイムすぎ長女。エイムってゲーム用語な気もするな。古代人は聞いたことないよな。切り倒されていた。父と娘はその恐怖を説明した。腐敗にまみれた生き物が生と死の狭間をさまよう肉体に入り込み、力を強めていた。マーガレットはその恐怖が何か確信した。堕落だと。それは口に出すのもはばかられる残酷な存在。モルタ山の頂上から流れ出てくる暗黒の海。ベルグソン家の使命はこのおびただしく押し寄せてくる死に立ち向かうことだった。ケビンも家族の戦いで己の役割を果たしたがった。特に兄のマークが行方知れずとなった時から。彼もまた他の誰にも劣らぬ山の守護者だったのだ。祖母が立つ。かつてベルグソン家の先祖たちがそうしたように、頂上を目指し悪を打ち砕くなら彼らにも聖域の力が必要となる。なんじゃそりゃ。すごかっこいい。おばあちゃん、レアがベルグソン家に与えた聖域、それは山の周辺にある神秘的な土地へと通じる門だったのだ。マーガレットは中心にある巨大な結晶を指し、次にすべきことを明らかにした。結晶を作動させ堕落の源への道を開かねばならない。レアの3人の精霊がこの地に集ったその時、モルタ山の頂上への唯一の門がこの部屋に開かれるのだ。ジョンは一人で、あるいは彼を愛する者と共に三人の精霊をそれぞれ見つけ出さねばならない。精霊がいなければ堕落の流れを食い止めることはできない。グラフィックかっこよすぎるな、ちょっと。
見てほら暖炉だったと思ったら。うわー、何それ。アナイダイヤの広間はここだろう。何としても見つけなければ。天空のシャード、聖域にある古代の結晶から削り取ったかけら、ベルグソン家の命綱であり、死の宿命のささやきから家族を家まで引き戻すための鎖だ。二人プレイもできんの？今度やっちゃう？シルクで覆われた洞窟の曲がりくねったトンネルには鼻をつくような毒の匂いが充満していた。クモたちがいた。リンダは弓を構え、これはただの練習だと自分に言い聞かせた。洞窟の奥深くにいる精霊を見つけなければならない。ここから本編ね。あ、いた。あ、いた。めっちゃやった。
ああ。徐々に意識が薄れゆく中、これが死なのかと考えた。それは想像よりも温かく。序盤で死んでしまった。天空のシャードで戻されると空気を求め這いだ。どんな英雄でも決してなれることはない感覚だ。ジョンとリンダに起きた話を聞きながら、マーガレットは様々な考えを巡らせた。堕落が生き物の邪悪さを増幅させており、レアの調和とは相入れない存在を生み出していた。新たな脅威が迫る中、マーガレットはベンに攻防の準備を頼んだ。戦士一家の武器、そして鎧を強化するのはベンの役目だったからだ。ベンは慣れ親しんだ火事場へ手を伸ばした。モルタ山の頂上にたどり着くには最高級の装備を揃えなければならない。どうじゃん、頑張れ頑張れ。長女強っ。
父さんよりリンダの方が絶対強いな俺。だってこんなキャラなんだね。これいてー、何食らった俺今。え、あ、トゲか。いてててて、あー死んじゃった。トラップ踏んだ。トラップ見えねー。うん、ちょっと一回層ぐらい突破してくれよ俺。目疲れてきた。ちょっと目薬ください。ないのかよ。ちょっと一応あったろうと。ケビンが皆を助けたいと思うようになったのは、兄のマークが家からいなくなった時からだ。兄は強く周りにいる者を安心させてくれたが、ケビンを残して消えてしまった。レンはケビンが本気になれる何かを求めていると知っていたのだ。母親は子と離れると不安を感じる。それは最良の時でも。今は最良とは程遠かった。メアリの長男マークが森の奥深くにある修道院に住み始めて1年以上が経とうとしていた。このところ何かと気がかりな知らせが届いている場所と同じ森だ。その出所は分かっていた。彼女は山からあふれる堕落について先祖から聞いていたのだ。だが祖母マーガレットはその先を知りたかった。それが何であり、どうすれば破壊できるのかを。
誰もが運命のゲームへと誘われた。何これ。幸運なものには賞品が、そして不運なものには苦痛が。右。違うの。わあ、苦痛じゃねえかよお前。逃げ回って X なんとかするか。死んでくれよ。それいた。強っ。これだけいける？もしかして。かわいそう敵。ちょっ見えねえ。
かつて洞窟をさまよっていた巡礼者が今は捕らえられている。哀れな家族は二度と戻らぬ彼らの帰りを永久に待つのだろう。エネルギーが部屋中に流れていた。英雄の前にあるものは聖なる品だった。アナイダイヤの広間だ。長い道のりを進んだ先には見る者の心を奪う壮麗な広間があったのだ。だが英雄はその最果てに何があるのか知る由もない。到達するより動くことが大事なのだ。危ない。当たらん。すごいてー。頼もしい。即死。
なるほど。洞窟にいる者すべてが避難者ではない。中には身動きが取れなくなった旅商人もいた。商人は服の埃を払い、帽子を持ち上げ、一礼した。彼は、後で店に立ち寄るように言い、冒険に必要なものが揃っていると豪語した。八つの目が自らの墓穴に進んで飛び込むだろうものを見定めたのだった。あ、痛い。畜生。戦いにくいここ。面白い。寝なきゃか。でも ケビンのためだけに作られた、だが己を見出すための道しるべであり、志そのものだ。ウキウキ。
少年はダガーを試した。重すぎず軽すぎず、いい感触だ。まるで自分の体の一部のよう。レンは外で練習するように進めた。ケビンのダガーは流れるように空気を切り裂く。才能があるのは明らかだった。すぐに父や兄弟の仲間入りをするだろう。だがメアリの思いは異なっていた。子供二人がすでに戦っている。ケビンまで危険にさらすわけにはいかない。イメーションすげえな。に彼はダガーを手放した。我が子を心配する母親に異を唱えることなどできまい。しかしダガーは自分の一部のようなもの。この刃を手に戦う定めだと感じているのだ。皆を納得させなければ。ベンは避難者からもらった地図について熟考していた。シルクの空洞は行き止まりや毒の巣だらけの曲がりくねった迷路だったが、正しい道をたどればケルディッコ洞窟の精霊アナイダイヤが眠る場所にたどり着ける。どの風呂入るか。